はい、どうも、ゆうたです。今回はちょっとクスコのドライブシャフトブーツの遮熱板ちょっとつけていきます。こんな感じでボルト2本だけなんで、もしかしたらちょっと硬くて外れにくいかもしれないんで、ちょっとやってみます。外側のここと多分ここのボルトだと思うんですけど、この14ミリになってます。はい、で今一応ネジボルトちょっと硬すぎて、通る瞬間あのカメラ回すの忘れてて、ちょっとかなり硬すぎてちょっとカメラ回すの忘れてたんですけど、外すのに夢中になっちゃって、一応今外れたんで、これめちゃくちゃ硬いっすね。でなんか説明書にはここら辺のあのボルトを外すとなんかデフオイルが漏れる可能性がありますって書いてあったんですけど、説明書には民からで同じ遮熱板外してる方がいて、オイル漏れはなかったって書いてあったんで、一応その方を信じて漏れないことを祈ってます。でこのクスコの遮熱板をつけます。手が入らないかもしれない。きついわこれ、きつい。いやきつい。なんとか入ったかな。
よいしょ。はい、今つけ終わって、で、2箇所あるんですけど、1箇所がここ。あとここの奥のネジ、ボルト。こんな感じで、熱からね、この遮熱板でシャフトブーツを、こっちのね、キャタライザーからの熱を、この板で守ります。はい、次は一応リアを、今フロント終わったんでリアをつけていきます。リアも同様にリアのデフオイルが流出する場合がありますって書いてあるんですけど、なんか VAB は一応大丈夫みたいなんですけどね、まあ、漏れたらちょっと最悪です。これがデフケースで、これがシャフトですね。でここにマフラーがあるんで、ここの熱を守るために、ここのボルトとこの上のこれを外して、遮熱板をここにこんな感じでつけます。でリアはボルトここ12ミリになってますね。結構緩くはないけど結構回りますね。なんかちょっとここにじんでるんで、もしかしたらそのデフが微量にボルトからにじんで出てきちゃってるのかもしれないですね。はい、今一応付け終わりました。わかりますかね、これもう遮熱板で、リアの方は締め付けトルク 10.5 だったんで外すのも楽でしたね。結構緩いというか、まあフロントに比べては緩いですね。こんな感じです。これで熱から守ります。はい、こんな感じですね。